うわこれは外さない組み合わせ、えらく自主的やな。このお皿赤のものが合うね。え、このキャベツをお肉で巻くの？そう、今日は鶏胸肉300円以下やで。これで大きいけど、大きい。今日も刺していこう。いやもうちょい言い方ある。ちょっと開いとくわ。今日はね、お肉で巻きたいね。え？お肉でキャベツを巻きたいね。お肉でキャベツ。だロールチキンってこと？そう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 。逆に、うわすごい開かれた。うん。これでちょっともうちょっと柔らかくするためにお酒に漬け込もう。お酒。お酒2ぐらいかな。お塩。はい、これでちょっと置いとくわ。じゃがいも。じゃがいも？うん。今日はポテトサラダ的にしよう。じゃがいもの達人やね。ん？じゃがいもの達人。太鼓やん、それ。始める芋？どんだけ？じゃがいもが流れてくるから、それをこう取る。芋の必要ある？はい、チンする芋。じゃがいもの達人や。4分チンしてみよう。かいわれ大根。かいわれ？久しぶりやね。かいわれサラダ？そう、かいわれって、うん、この葉っぱのとこが2枚貝みたいやろ。だから貝が割れてる、かいわれえらしいよ。プチ情報でした。ありがとうございました。え、今日も行かせていただきます。きゅうり、ちょっと出過ぎじゃない？夏やから。主演きゅうり。あ、きゅうりの匂い。風鈴の音ときゅうりの匂いがあればもう夏やね。今日はかいわれときゅうりのサラダ。え、めっちゃ好きなんやけど。かいわれときゅうりが出会ってしまった。君の名はや。君の…味付けしよう。今日はごま油小さじ1、お醤油小さじ1、かつお節たっぷり入れよう。これは多分めっちゃ好き。ポン酢でもよかったかもな。正直醤油って難しいよね。いやそうなんよ。今日はこの鰹節の風味でいただきましょう。そうしましょう。はい、サラダ完成。きた。どうやろう。おお。おいいんじゃない。柔らかそうよ。柔らかい。ボールがないのでタッパーで混ぜよう。うわ。ちょっと冷ました方がいいかな。ちょっと一旦冷ましとくわ。大きい。大きいよね。え、このキャベツをお肉で巻くの？そう。え、絶対キャベツの方が大きくない？あ、全部じゃないよ。ん？丸ごとは巻けへんよ。怒られてる今俺。巻きやすいようにちょっと切るわ。見えないな。見えてないか。で、巻いていこう。お肉の水分ちょっと周りだけ取ろう。すごいね、めっちゃ柔らかそう。じゃ振ります。はい、上手。褒められて伸びるんで。まんべんない。上手。もっと褒めて。まんべんない。同じことしよう。そして何まんべんない。こっからよね。そう、巻けるかな。うまいこと真ん中にね入れてあげたい。はいはいはい。これをグロッてしたい。え、巻けるの？今日はちょっと無理せんとくわ。巻いてる。キャベツを巻いてる。すごい。何これ。なんか生々しいな。わかるわかる。なんか鳥感あるな。ケンタッキーのツイスターとか、うん、そういうやつにも見え見えてる。タコ糸あったらタコ糸で縛ったらいいんやと思うんやけど。え、なんで巻くの？ちょっと豪華な感じはするやん。じゃあこれでちょっと焼いてみよう。これを焼くんや。ちょっとどうなるかわからんくなって油を引こう。すごいなこれは。いやすごいよ、重たい。いきます、皮目から。おお、すごい。もっとちゃんと閉じたかったな。やっぱ爪楊枝刺したな。いい感じに。うわ、めっちゃいい感じ。火ついた。じゃあちょっと味付けをしていくわ。お水を 50cc、 お砂糖小さじ2、お酒小さじ2、醤油大さじ1、ニンニクもちょっと入れておこう。今日はちょっとチャレンジしすぎたかな。
いやいや、美味しそう。ちょっと蓋して蒸し焼きにするわ。じゃがいも冷めたから味付けしよう。ラジャーです。明太マヨ。むちゃくちゃ明太マヨ出てくる。でもこれ美味しいよね、ポテトサラダの明太マヨ。潰すとマヨネーズ余計いるとかいうことない？よし、完成。むちゃくちゃ直球やったよ。盛り付けします。美味しそう。どんぐらい？どんぐらいでいい？うん。で、刻み海苔、これは外さない組み合わせ、完成。今日はなめこの味噌汁。めっちゃ嬉しい。マルコミ君、今日もありがとう。ありがとう。あ、わかめも入れよう。あ、わかめも入れよう。えらく自主的やな。あ、少な。少ない。よし、お味噌汁完成。どう？うわ、煮詰まったね。いい感じになったやん。たまに転がしながら焼いたけど、全然20分ぐらい。お皿用意して切ろう。きゅうりとあいわれのサラダ、トマト乗せます。このお皿赤のものがあるね。うん。じゃあお肉切ろう。うわ、むちゃくちゃ美味しそう。爪楊枝抜いていこう。意外と止まってくれたな。熱っ。お肉崩さんよね。えー、いいや、いい感じなんじゃない？切ってみよう。どうなってるの？おお、めっちゃいい。キャベツいる。でも意外とまだキャベツがしっかりしてんな。うん。ちょっと火通してもよかったかもな。巻いたの無駄かなと思ったら、うん、キャベツの甘みをギュッてこの。あ、そうそうそう。いや、すごい、パンにも見えてくるかな。タレかけよう。完成。毎日きゅうり。今日はほんでスライス。スライスの日。スライスの日。意外と同じ厚さでスライスする難しいな。お皿にのせていこう。きれい。黄色に映えるな。え、今日何？今日はしゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ？この上にしゃぶしゃぶ乗せたい。え、何それ。このきゅうりもちょっと乗せとこう。これは嬉しいね。きゅうりのお皿完成。これは一旦置いときます。きゅうり、毎日きゅうりやな。毎分やね。え、嬉しいんやけど。今日もちょっと蛇腹に切れ目を入れていこう。これ美味しいよね。うん、蛇腹切り。うん、金のにハマってるからな、ちょっと。今、まあ、乱切りかな。乱切り。味付けします。ごま油小さじ1、鶏ガラスープ小さじ1/2、入れすぎた。塩昆布、お好みで。これはもう絶対美味しいやつやね。これあんまりつける時間なくても美味しいやつやからな。うん。味なじむまでちょっと置いとくわ。お茄子。お茄子？うん。これも乱切りかな。夏野菜連発やね。レンジ調理です。レンジ？レンジ。味付けします。早いな今日。ごま油小さじ1、お味噌小さじ1、砂糖小さじ1、お酒小さじ 1.5、 混ぜます。えー、何これ。混ざるかな。味噌煮的ないいの見つけたのよ。薬味セット。薬味セット。今日使いたいもの全部入ってたから、うん、これにした。茄子には生姜を使うわ。ここにすりおろすわ。美味しいよね。これは美味しいわ。これでふんわりラップしてレンジでチン。チンします。一旦5分チン。お野菜切ろ。お野菜。なんか我が家で採れたみたいな感じで。憧れるわ。トマトは半分。トマトソルジャー。やった。オーバーパラシュート部隊が上から舞い降りてきました。かわいいやつだよな。パラシュート部隊が一気にやられてる。今から。わあ。かわいそすぎるって。オーバー千切りにしよう。みょうがいこう。
みょうがって単体ではなんかグヘって感じやけどさなんかと合わせた瞬間にみょうがってなるよねなんかわかる、うん、きれい、一回水にさらそう。どうかな。どう。おお、お味噌のいい匂いするわ。合計6分6分チンした。柔らかくなってる。うん、ほらほらとろっとしてる。ほらほらいや、そんな盛り付けよう。いい感じじゃん。いい感じで、最後にごまかけとこ。はい、完成。しゃぶしゃぶするお湯に鰹節を入れておこう。粉粉。はい、じゃあしゃぶしゃぶしていこう。おお、いいね。いいね、してこう。うわ、これは最高だ。好きね、しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ好き。焼肉よりもしゃぶしゃぶ、すき焼きよりもしゃぶしゃぶ。これちょっと取っとこう。もっとしゃぶしゃぶしていいんやで。今日はおしまい。目の前が真っ暗になる。うわ、たっぷりやね。いや、そうやろ、十分。盛り付けよう。どさっと乗せちゃう。きゅうりのお皿に。え、なにこれ。めっちゃ嬉しい。いいね。で、トマトも乗せちゃおう。大葉も乗せちゃおう。いや、すごいな。みょうがもいきます。急にワイルド。え、同じ人よね。一緒やて。高さが美しいわ。これにポン酢かけて食べよう。完成。しゃぶしゃぶしたお湯で味噌汁を作りたい。めっちゃ美味しそう。アクだけ取った。あれ、お湯足りない。はい、お湯が沸きました。早く焼いて完成。ちょっときゅうり忘れてたわ。忘れられがちよね。心なしか悲しい顔してるように見えるわ。忘れないで。ごめん。完成。今日はキャベツから。ちょっと太めの千切りにしよう。今日はツナとキャベツのサラダにしよう。おお。マグロの水煮、油じゃない方買った。あれ、カロリー3分の1。うん、このままいくわ。全部汁ごと。ツナって間違いなく美味しいよな。マヨネーズ、鶏ガラ、ちょっと胡椒少々。これは美味しいでやんすね。誰や。ジャイアンもそう思う。それスネ夫のつもり。あれ、ヤンスって言わなかった。スネ夫って言わんよ。ラジコンで遊ぶでヤンス。塩も見せた方が良かったかもな。めんどくさがっちゃった今日。これでちょっと置いとこうかな。じゃあちょっと置いとくでヤンス。チンゲン菜、チンゲン菜50円ぐらいやって。え、これでチンゲン菜はスープにしよう。大きいよな。大きいね。作ってる人の顔が浮かぶわ。ちょっと細めで、うん、腕とかは筋肉あるんやけど、うん、お腹はちょっと脂肪がついてる感じかな。で、休みの日は半袖を着ることが多くて。いや、浮かびすぎやって。なんか能力あるやん。すごいね、これ。プリップリやね。確かに。届いたのよ、新しいお鍋。出た。めっちゃ可愛いない。めっちゃ可愛い。ほぼ一目惚れで買ったんやけど。買ったというか、買ってもらった。うん。すごい金色やもんね。いや、そう。でもなんか、うん、激しすぎない金色で、うん、めっちゃ気に入ってる。 800cc ぐらい入れられる。ちょっとエアーでやってみて。エアーで。いいね。いる。なんかあれみたいね。何。なんかあの神社の手洗うやつ。フライパンとかと同じとこで作られてるやつ。むっちゃ買い物しちゃったんやけど、うん、これスキレット。スキレットずっと欲しかったんよ、うん、ずっと言ってたよね。ずっと言ってた。でも、うん、めっちゃ重いやんか、うん、それが解消されたアイテム。これむちゃむちゃ軽い。キャンプとかでもめっちゃいいと思う、うん、どんぐらい。飲み切ったアルミ缶、うん、2個。
でこのままガス火で使えるし、うん、このままオーブンにもいらない。めっちゃ可愛い。結構買ってますな。いやバットもずっと欲しかった。合計何円ぐらいだっけ。全部で5000円ぐらい。角度によってはシルバーっぽくも見えるし。確かに3つ違うサイズで買っちゃったもん。これほんと空き缶1個分。好きやな空き缶。今日使うのはこのお鍋だけ。そう、メモリついてんのいらんと思ってたけど嬉しいな。多分300ぐらいでお椀2杯分ない。蓋がないからさ、うん、なんか煮物とかは蓋付きの方でやろうかなっていう感じよね。白い鍋がもう錆びてきて、うん、そう、だいぶ使ったからな。チンゲンサイ入れちゃおうかな。嬉しい。どんだけ入るかな。 180% チンゲンサイ多いね、うん、前に僕はあの銀だわしでここ洗っちゃったんです。銀の金だわしな。金だわし、すいません。ソーミシアンタンの粉末タイプ買ってみた。こっちの方がすくいやすいなって言って、うん、サラサラって入れられるし。今日は小さじ2入れよう。どう、まだいいか悪いかとかより嬉しい。よかったわ。ありがとう。胡椒少々。スープ完成。あ、蓋ないからもうあの変な持ち方な。ほんまや、なくなった。最後に蓋閉めてもらって。何の儀式。この蓋をもう見ることないやから。完成。ありがとうございます。はい、玉ねぎ切ろう。みじん切り。うん、みじん切り。バットがなんか控えてるんやけど。こういう時に使ったらいいやと思って。あー、なるほどな。今までタッパーとかにしてたからさ。うんうんうん。おお、おお、うるさくないゴールだよね。ほんとそう。玉ねぎ置いとくわ。エビ。エビ、今日はエビを半額で手に入れた。299円やで。確かに特大バナメイエビがね。言えてる。めっちゃ久々やわ。エビどんどん剥いていこう。嘘、剥きたい。うん、剥きたい。珍しい人。もう剥く準備取りかかってる。うわ、プリップリやな。おっきいね。ほんで早っ。むくの、東北やかな。東北じゃない、ごめん。福井のこと東北やと思ってた。北陸か。ん、北陸です。おっきいね。え、福井のこと東北やと思ってた。長い。福井はもうどこにあるかようわからんってよく言われるけどさ、あとイギリスも北陸やで。うそ、イギリス。 EU 最近離脱して。あ、離脱して、うん、北陸入った。珍しい。何バカにしてるやん。北陸の方、おい。セワタトロ。セワタどれ。このなんか透けて見えるやつ。なんか砂が入ってたりするから、ジャリッとせんためにはとった方がいいらしいよ。なんか黒いのなかったらいいよ。楽しかったね、意外と。楽しい。セワタ取ったから臭み取りしよう。片栗粉大さじ2ぐらい、お塩小さじ1、お水 100cc。これで臭みと汚れをこう取っていくわけや。そう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 。めちゃくちゃ濁ってる。ねえ。なあ、洗っちゃおう。綺麗になった。プリンにピカが足されたね。今日は卵エビチリ。卵エビチリ。うん。油。入れすぎたかな。先にふわっとした卵を作っとくわ。おお。オッケー。あ、もう戻すんや一回。そうそうそう、一回取り出しちゃう。へえ。じゃあ玉ねぎいくわ。生姜も一緒に炒めます。生姜のみじん切り。ニンニクも入れるわ。ここにニンニク。よし、いいかな。エビいっちゃおうかな。ちょっと水気を取って入れよう。エビいきます。おお、こっから赤くなっていくのがいいよな。な、うわ、もう赤い。うわ、プリプリや。おっきいよ、ほんと。玉ねぎ焦げちゃった。これめっちゃ美味しい。これやばい。じゃあ味付けしていこうかな。うん、豆板醤小さじ1。うわ、これだけでいいよ。No. 砂糖小さじ1、ケチャップ大さじ3、あ、お水150、鶏ガラスープの素小さじ1、
お酢小さじ1 これはやりすぎ。いやでも俺お酢多い方が好きやから。あ、ほんと？うん、ちょっといい感じかも。楽しみです。お酢を入れすぎたことによって、うん、水溶き片栗粉、いいとろみがついた。ちょっとお水多かったかな。でもね、いっぱい食べれるからじゃあ卵を戻そう。ここに？うん、入れます。うわ、むちゃくちゃ美味しそう。いいやん、卵もう一個多くてもよかったなよし、完成。もういっちゃうよな5いっちゃおう。いっちゃおう。うわ、ありがとうございますなんかお皿間違えた気はするんだけどいや、美味しそうよいいか、うん、ネギかけよう。ネギかけよう。このネギは半額のバナメイネギよね。違うよ、東京ベランダネギ。バナメイネギ完成。ちょっと忘れてた、サラダを盛り付けよう最近メイン作った後忘れがち。忘れがち。テーブル見てなんか足りんなって思うなちょっと胡椒かけとこう。完成。もやし、もやしをチンしよう。出た、もうシリコンスチーマー全部いっちゃおう。わお、はい、もやしは洗わないんですねはい、今日はいいですチンします。2分チン。玉ねぎみじん切りしよう。はい、みじん切りっていう名前めっちゃかっこいいね。名前つけた人誰なの。うわ、分からんな。そうよな、答えは求めてなかったから。いいよ、玉ねぎ置いときます。チンできた。おお、いいんじゃない。味付けします。今日何。今日はナムル、ごまあえ、あえ物。どれかどれか。今日はもやしのどれか。そう、お砂糖小さじ2、醤油小さじ2、お酢小さじ2、ごま油小さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1で、ごまたっぷり。うわ、もやしのどれかめっちゃ美味しそう前きゅうり入れたら美味しかったんやけどさ、今日ちょっときゅうりがないから。もやしも好きやろ。もやしも好き。ちょっとこれで味なじませるわ。鶏胸のひき肉 20% 引きで買ってきた。150いくらある、うん、なんか最近キリッとした目で値下げ品を見てない最近ちょっと使いすぎたかなと思っていい匂いやね。する。はい、下味付けよう。酒小さじ2、生姜たっぷり入れよう。お塩ちょっと、片栗粉小さじ2ぐらい。今日は厚揚げの肉詰め。厚揚げの肉詰め、うん、なんかすごい可愛いなオッケー、完成。もういけるってこと肉だね、完成。今日のメイン、厚揚げ。これ美味しいよな、この絹厚揚げ。美味しい。安いのと悩んだけど、うん、こっち買っちゃったこれを斜めに半分に切ろう。あー美味しそう。ここに切り込みを入れて、うん、お肉を詰めたいの。ボリューミーな厚揚げ。はあ、なんかやられてったみたいな厚揚げたちここにお肉を入れていこう。わー、綺麗綺麗たっぷり入れとくわ。うん、めちゃめちゃ美味しそう豪華いいねどんどん詰めていくよ。はい、ぎゅうぎゅうやね詰め込んだ。これは明日使うスープに入れようかな。人参も一緒に入れるわ。輪切りでいい。いいよ、こんぐらいにしよう。隙間に入れとこうすごいパンパン。ちょっと間違えたかな今日はシンプルにめんつゆで味付けるわ。生姜もちょっと入れよう。入れよう入れよう。美味しいからな。これでしばらく炊いとこう。え、蓋できるかな。蓋しておいとこう。え、これできてる蓋隙間ちょっとあるけど、なんかほうれん草。ほうれん草、
これぐらいいこうかな。いやすごいところに乗せてる。洗いました。チンしよう。出たがってない。はい、チンします。3分チン。今日はナスの味噌汁。入れすぎたかな。この鍋の適正な具材の量がちょっとまだ分かってない。分かってない。300でいこう。よし、ちょっと置いとこう。これ一旦見てみるわ。おお、いい感じじゃないですか。ちょっと押したからギュッて出てきてるわ。なんて一回ひっくり返そうかな。できるかな、うまいこと。あ、意外ともう固まってるからひっくり返しやすい。うん、かわいい。プルプルしてんな。プルプルしてる。プルプルしてる。プル、なんやそれ。かわいいな。おお、染みてるね。染みてるね。プルプルしてる。プル、なんそれ。え、かわいいな。これでもう一回置いとこう。マルコメくん、うん、お味噌溶いてこう。めっちゃあれ、あの作る意欲がすごい湧く。ちょっと今日さ、天かすも入れていい？ナスと相性いいからな、入れてみよう思って。あんま試みたことなくない？そうそうそう、ないのよ。でも絶対美味しいやん。いいね。いいね。ちょっと入れすぎたかな。想像の倍ぐらい天かす入ってるからする。ちょっと膨れること忘れてたわ。でもいい感じやね。いい感じ。お味噌汁完成。一方その頃。いい感じになってるやん。もやし先盛り付けようか。もやしがいい感じに染みたわ。おお。今日なんか全体的に茶色くなっちゃうな。おいごましとこ。いいね。完成。ほうれん草いきます。お願いします。はい、どうぞ。ありがとう。すごいなんか和の感じがしてきたよね。じゃあ乗せちゃおう。乗せるんですね、社長。いや、褒め方変やで。どうやろ。こうか。こう。いいね。いいね、これ。お、いい。あ、ちょっと割れちゃった。いやいや、全然でも。いいか。いいよ。人参もコロコロ置こう。うわ、これめっちゃ美味しいわ。これ。なんかいいよね。これは美味しいよ。いいよ、いいよ。よし、こっちも置こう。人参。お汁もかけとこう。これでおひたし的にほうれん草をしよう。なるほど、社長。いや、間違ってるよそれ。めっちゃ美味しそう。いいやんか。いい、完成。キュウリから。最近キュウリ買いすぎてるな。いやいや、いいよ。ビタミン豊富らしいしな。じゃあ綺麗になるってこと、キュウリは。そう、道理で。変わってないよ。今日はエビと和えよう。お、またして。そう、今日は炒めずに和えるだけにしてみよう。おお、簡単チンや。そう、はい、はい、たっぷり味付けしよう。お塩少々、ごま油小さじ1、ポン酢小さじ1、2、2ね、2、生姜ちょっと入れよう。ここに紅エビ。紅エビ、うん、え、これ絶対美味しいやつ。混ぜます。よし、盛り付けちゃおう。早いね今日。うん、早いよ。え、私今日早いよ。うん、私今日早いよ。たっぷり、うん、めっちゃ嬉しい。完成。人参とナス。今日はキーマカレー作るから野菜どんどん切ってくわ。キーマカレー？そう、冷蔵庫にお野菜残ってたからいっぱい入れるわ。野菜たっぷりキーマカレー。キーマカレーにしようと。人参も切るわ。玉ねぎも入れよう。玉ねぎ半分でいいかな。玉ねぎもみじん切り。めちゃくちゃこのバットいいね。いい。最高。3150。最高。なやそれ。ほうれん草。ほうれん草。要はスープにしよう。美味しそう。でスーパー後で作るからちょっと置いとくな。木綿豆腐。木綿豆腐。
お豆腐のキーマカレーにするわ。一回水抜きするわ。前作ってくれたよね。そうそうそう、作った。お肉なくていいやって思った。じゃ一回レンジでチンします。2分、豆腐のチンが終わりました。水抜きどうですか？ぼちぼちまあいいや。 OK、 具材炒めていこう。油引きます。じゃまずは玉ねぎから炒めよう。これは嬉しい。早ない？もう見えた完成図が。嘘。生姜入れます。ちょっと待ってよ。思った。いや思ったよ。なんでここ開けたの？これちょっととろさ。ここあるから、こっち。いや、なんで開けるかなと思ったよ。ニンニク入れる。ニンニクはこうね。うん、ニンニクはこうね。くっそー、あんな言うてや。あ全部入れます。バッといい。バッと最高。綺麗ね。綺麗な色やな。生姜全部入れちゃおうかな。いや全然ありよ。吸収した生姜も全部入れちゃおう。まあ、たっぷり美味しいからな。美味しいよな。ちょっと炒めてる間にスープ。はいはい、ありがとう。ちょっと忘れてたトマトも入れちゃうわ。冷蔵庫の奥にいたトマト入れちゃおう。なんかすごい本当に野菜具だくさんやね。うん、ここにお豆腐を入れよう。豆腐ドンと入れます。うわすごい存在感で潰していこう。で今日はお肉を入れません。え、豆腐ならやってくれる。厚揚げでもよかったかもしれんな。よし、じゃあ味付けしようかな。コンソメ小さじ1、カレー粉大さじ1、ケチャップ小さじ1、お砂糖小さじ1、醤油小さじ1。なんか一気にキーマカレーっぽくなったね。そうやろ。こんなに具だくさんやと、うん、お肉入ってようがなかろうがちょっとわからんね。ちょっと味整えていくわ。カレー粉小さじ1。ああ、じゃない。カレー粉とお塩追加。いいかな。味が整いました。よし、キーマカレーは完成。キーマカレーは、え、チーズ。チーズ、チーズをかけたいね。チーズを 60g。 何それ、やっぱでここに、え、小麦粉を大さじ2分の1ぐらい。何これ。で牛乳を 100cc。 牛乳。いや、ネットでなキーマカレー見てたら、すっすごい美味しそうなおしゃれなやつがあったから、うん、作ってみようと思って。え、それを目指してるってこと？そう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 。でとろっとしたチーズを作りたいの。チーズフォンデュのチーズみたいな。でこれでふんわりラップしてチン。アボカド切るの忘れてるわ。先切っていい？いや全然いいよ。アボカド切ろう。うん、今日のアボカドはどうかな。お、アボカドはスライス。すごい可愛い。なんかカバを後ろから見てる感じと同じ。質感似てるか。じゃあちょっとチーズいきたいところやけど、先盛り付けるわ。おお、あ、で最後にドロッとしたチーズをかけるって。お野菜も乗せちゃうわ。はい、下に引いたら。今日はカフェ風やな。トマトも乗せる。なんか大きくない、このトマト。このトマト大きいのよ。プチトマトで売ってたけどな。そう、カレーを乗せよう。何よりスプーン。一番調整しやすいかなと思って。すごいね、たっぷり。今日はいっぱい食べます。ごめんな、なんかいっぱい寄せてもらっちゃって。はい、うわ、たっぷりと。でここにアボカドを乗せたい。すごい、ここにアボカド。何これ、めちゃくちゃおしゃれ。ハワイチックやね。行ったことないんやけど、ね、はい、アボカド乗りました。で、チーズチンしよう。どこまでワクワクさせてくれるんだよ。1分チン。卵乗せたいから割っとくわ。チンできたよ。どうなってます？こんな緩いのかな。もうちょっとかな。もうちょっとチンするわ。ちょっとチーズ追加するわ。試行錯誤タイム突入。うわ、え、ちょっといい感じになったよ。なんか多分チンが短かった。合計3分ぐらいチンしたな。でこれをかけたいの。
これは絶対美味しいやん。これは絶対美味しい。豆腐にしてカロリーを抑えて、うん、チーズをいっぱいかける。めちゃくちゃやん。これを人は矛盾と呼ぶんやな。いいね、バランスを取ったわけや。そう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 。うわ、何回見ても楽しい。ほんでここに卵。うわ、揃ってしまった。これは綺麗。なんだこれ。キーマカレー完成。あれがキーマカレー。じゃ最後にスープ。今日は鶏ガラスープで、ここに余った卵白を入れると。へえ、なるほどね。だからスープの味付け最後やったやん。そう、これを入れたかったの。はい、スープ完成。チーズ。え、セブンイレブン？そう、今日はもうほぼセブンイレブン。コンビニご飯？コンビニご飯。でもやっぱ高いね、コンビニって。でも時短を選んだよ、今日は。めっちゃ喋る。じゃあ今日はコンビニアレンジご飯ってこと？コンビニアレンジご飯。多分めっちゃ早い気がする。で、これぐらいかな。切っちゃおう。これを切っていくの？うん、棒状にしましょう。これはもう自重よ、これ。何自重って。はい、切れました。生ハムときんぴらごぼう、やってみたいなと思って。今日はこれはすごい3つやね。ついてきて150円ぐらい。149円やな、うわ綺麗やね。綺麗。生ハムおにぎりとかしたいな。え、みんなわかるんかな。その生ハムおにぎりとか。そう、じゃあ巻いていこう。生ハムきんぴら。生ハムの上にきんぴら。このきんぴら結構甘いから、うん、合うと思う。え、綺麗。めっちゃ綺麗に丸まった。生ハムなきゃ何でも美味しいんじゃないの。おお。和洋の融合。そうやな。きんぴらチーズトーストはほんまやって、うん、ほんで思ったより巻きやすい。でも友達のお弁当にこれ入ってたらちょっと嫌やな。かわいい。2枚はチーズだけ巻いとくわ。ええ、もう絶対美味しい。もうこれで笑顔はもう確定やもんね。あ、そう、うん、かわいい。絶対美味しい。生ハムきんぴら完成。糖質 0g サラダチキンプレーン。全部しっかり言ってくれる。いや、わかる。ここの接着結構強いよね。強い。で、こう切りたい。え？こう切るわ。サラダチキンをおろすってこと？そう、サラダチキンを2枚におろします。綺麗にいけるもん。おお。2枚におろされた。ちょっとこっちちっちゃなっちゃった。骨がある方やもんね、だって左側は。じゃあ、これにマヨネーズかけるわ。マヨネーズ？自重よ、これ。サラダチキンはもうサラダに乗っけてパクやで。カロリーを追加しよう。ゼロって言ってんの。で、お醤油をちょっと、うん、おー、これでカロリーがゼロに戻ったね。そう醤油マヨを塗ってくんや。やっぱ普通やったらこうお皿に一回醤油マヨを作ってからこう塗るんやけど、やっぱ今日時短やから。そう、直で醤油マヨを作ります。で、これを今日は焼く。え、時短やけどなんか美味しくしたい。いや、美味しくしたい。うーわ、これは楽しみ。そのままの方が美味しい可能性もある。入れます。焼こう。で、今日はそうめん。そう、今日はでもいつものそうめんじゃなくて、お出汁で食べるそうめん。お出汁で食べるそうめん。出汁そうめん。出汁そうめんって何？出汁そうめん作っていこう。じゃあそうめん茹でていこう。重要。うん？何？これ大きい。このそうめんを巻いてるこの束のこの海苔さ、うん、何の海苔使ってるの？今日海苔気にしすぎよ。あ、3束？3束いっとこう。残ったら明日食べよう。入れまーす。うわー。綺麗。今50秒経過しました。はい。なんかそうめんのいい茹で方最近よく見かけるけど、すぐ忘れちゃう。でもそういうなんか伊藤家の食卓的なやつってさ、うん、結構すぐ忘れる。
忘れる。あの T シャツの綺麗な畳み方とかさ、あれ動いたっけな。あれは忘れる。一番じゃない。T シャツのアイコン一個。ああ。わうまいな。これ好きなのよ。美味しそうに見えるもんなんか。うそ。うん。なんか嬉しいな。余計洗っちゃう。いやいい。いいそれは余計はいいよ。そうこうしてる間にチキンが焼けた。お、ほんと？よし、そうめん開いたか。開けます。おお、すごい。いいやん、もうサラダチキンじゃないわ。え、何？チキン。サラダ取れた。うん。え、いつの間にか。サラダだけは準備しました。うわなんか立派になったやん。何コロコロ、ジューシーそうになったな。いやほんと、あとカタラーナみたいにもなったな。カタラーナ。じゃあここに刻み海苔かけてみよう。合うよそれは。さあ、はい、これ絶対美味しいよ。いいね。オッケー、完成。今日は白だしでそうめんを食べよう。え、白だし、白だし、水 140cc で、白だし 60cc で 200cc 作った。了解です。実は舌が割れてるんで長いこと置いとけないんです。急がんと。うわー、いい。ごま油ちょっとだけ入れよう。ここに、ここにそうめん、はい。おお、混ぜてあげようかな。もういやだってそうめんってあのめんつゆがやっぱ結局一番おいしくない。まあな、超えるこれ。超えるよ。そもそもそうめん飽きんか、人生において。多いこれ食べれる。そうめんのこれはもうはい、余裕です。じゃあこっちは明日分。ここにだし、山形のだしをかけよう。だしプラスだし。そう、これをもう一泊ずつかけちゃおう。え、これに一泊いいんですか。嬉しい。おお、美味しそう。もずくの感じで3パックと思いきや2パックのやつな。ああ。今日は行っちゃおう。絶対に美味しい。美味しいよな。で、ここに卵の黄身。うーわ、美味しそう。白身は明日食べます。綺麗、輝いてる。キーマカレーに続いてなんか黄身が、黄身がすごいんじゃないこれ。盛り付け黄身すごいよな。あ、薄かったら出したすか、ラー油かけたりしてみよう。完成。今日は夏野菜を食べましょう。夏野菜を食べましょう。オクラ、夏野菜でいい。これの額を取っていくわ。額を取っていく。うん、なんか今までさ、ここ切り落としてないけどさ、額落として、ここの先ちょっと切ったら全部食べれんねんて。だから全部食べようと思って。はい、鉛筆みたいな。じゃあこれを茹でていきます。今日は塩もみせんから、こっちに塩入れるわ。オクラ入れます。2分ぐらいかな。綺麗やな。すんごい綺麗。すんごいな。はい、冷水で冷やそう。あ、お、レコってしちゃった。綺麗。オッケー。お茄子。お茄子。はい、ちょっと置いておきます。はい。玉ねぎ。玉ねぎ？大きい。大きいのよ。今日ちょっとめっちゃ暑いな。すっごい汗かいてんな。汗のことで今頭がいっぱい。せっかく痩せてきたのに。うん、いや痩せてないよ。今日はね、夏野菜肉豆腐。玉ねぎ4分の1は味噌汁にするわ。じゃあ今日は玉ねぎのお味噌汁やん。そう。じゃあ肉豆腐のつゆ作るわ。お水150、お出汁、お砂糖大さじ2、お酒大さじ2、醤油大さじ2。今日はちょっと甘めの味付け。じゃあお野菜入れていこう。でまず玉ねぎ入れます。肉豆腐とすき焼きの違いはなんなんやろ。とりあえず切ってみたけど。
や切ったら受け渡しできんよ絶対。途中やけど、はい、途中は無理やて。それ縦半分に切って、これ半分、うん、で入れよ。大きさちょっと違うけど入れられるか。 OK。 あぶねえ、あぶねえ。お茄子も入れちゃうわ。うわ、めちゃめちゃ美味しそう。これでちょっと弱火で炊いとくわ。了解です。きゅうり、きゅうり、夏野菜の王様きゅうり。きゅうりスライスしていこう。今日はサラダにするね。レタス、レタス、今日はレタスときゅうりのサラダ。きゅうり王国にレタスの兵隊僕もその国に入国します。食べちゃうやろ王様一口いいですか無礼者や。あれ、思ってレタス多いね味付けしよう。ごま油、鶏ガラスープちょっと入れた。お塩、すりごま。オッケー、うん、いいね、ごまの。多分味薄いと思うんやけどいやでも美味しそう。足りんかったら後でかけて盛り付けるよ。ポーランド食器のお城にやってきましたもりもりにしちゃった。盛りすぎ。持って悪いことないよ。そっか、仕上げに海苔。はい、完成。どうなったかな。おお、えー、いい色やん。お豆腐、なんかお茄子が紋章みたいやな。ほんとやかっこいいな、お茄子かっこいい。玉ねぎもしみしみ。じゃあここにお肉入れていこう。豚こま肉。うわ、今日の豚こまはすごく細かいな。これで200円いいね。ねえ、結構入ってるよ。ほんとなんかすき焼きみたいね。うん、よし、じゃあ先に味噌汁仕上げちゃおっか。はい、わかりました。行きましょう。お味噌を溶いていこう。ちょっと熱中症とかに気をつけていこう。なあ、甘いわ。いい感じ、いい感じ。味噌汁完成。で、ここに、ここに最初のオクラをサッと入れよう。今日は4本だけ使う。ここにオクラで、トマトも入れちゃおう。トマト、ミニトマト。なんか一気に彩りが。そうやろ、これぞ夏野菜よな。これぞ、これぞ。ちょっとだけ火通して、これで完成かな。よし、じゃあ盛り付けよう。めっちゃ美味しそう。スープカレーみたいな。おお。いいやん、完成。トウモロコシトウモロコシ久々やろ。今日はトウモロコシご飯にするから。トウモロコシご飯、うん、楽しみ。見て、ガタガタなんかここが、このヒゲねが多い方が粒も多いらしい。で、外は緑色がいいやって。ほうほうほう、全然なかったの、そういうのがまずは切ろう。よいしょ。おー、よいしょ。うわー、さすが我が家のパワー包丁で。そう、あ、結構綺麗に。そう、いけるんやね。ここはめっちゃ楽やな。はい、OK。 お米2合、ここにお酒ちょっとと、お塩小さじ1。このご飯にコーンを全部入れちゃう。うわ、ゼータ。うん、ゼータ、黄色すごいね。で、この芯も入れちゃう。え、なんか美味しいらしいよ。旨味的なのが出るんやって。あとこれで炊くだけ。炊いてこ、炊くよ。急げ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 なんでなんでそんな生活すんの。玉ねぎ半分、玉ねぎはみじん切り。心臓マッサージしてるみたいなこの家が生き返ったこんな言うてんと、そんな。じゃあレンチンでちょっと火通すわ。3分チン。今日はじゃがいもの味噌汁。どの切り方が好き？あ、この切り方のお味噌汁がいいですわかった。もう火にかけちゃおう。ちょっと置いとこうか。はい、チンした玉ねぎ。あ、今日はハンバーグね。ハンバーグ、うん、チンした玉ねぎをここに。絹ごし豆腐、豆腐ハンバーグにしよう。今日はもう水抜きせずに使うわ。お豆腐ちょっと入れすぎたかな。最近豆腐に頼りがちやな最近鶏胸肉、ひき肉、
2割引き 170g で183円の2割引き。やっぱ水抜きした方が良かったかな。すごい心配になってきたけど、行っちゃう。なんか順番も間違えてる気するわ。まあまあまあ、でも豆腐さんもさ、頼ってくださいよって言ってるどんと僕の胸に飛び込んできてくださいよって言ってる。あ、じゃあ頼もしいな、なんか大丈夫そう。いけそう。うん、今日ちょっとパン粉なかったからさ、食パンすりおろすわ。すりおろします。すりおろしてるじゃ片栗粉もちょっと入れるわ。つなぎに味付けしよう。塩ちょっと、お醤少々、お醤油も少々、卵1個。はい、美味しそうちょっとゆるいけど、まあなんとか焼けそうやから、なんか焼いてふわふわになればいいなぐらいで。焼いてみよう。焼いてみよう。油引きます。ちょっと初めてのお玉で種を入れるっていうことするわ。おお、もうこの焼きやん。はい、すごい。何これ。まあ焼けてるか。焼けてる焼けてる。いや、いい感じよ。いい感じ？いや、いい感じではないよ。ちょっと蓋して蒸し焼きにするわ。気を取り直して味噌をどこここは落ち着かせよう。落ち着かせよう絶対水抜きするべきやったわうん、味噌汁おいしい。わかめも入れよう。お味噌汁完成。お味噌汁どう？お味噌汁完璧開けるよ。どう？お、お、あ、いいんじゃない？びっくりドンキのポテサラパケットディッシュもこんな感じ。じゃあ成功か。ちょっと残ってるから次の焼こう。どんどん焼いていく？どんどん焼いていこう。今日ちょっと大根乗せたいからさ、大根すりおろそう。じゃあ大根すりおろしていきます。悔しい？悔しい焼いていくわ。リベンジありがとう。なんやかんや、ありがとうじゃあハンバーグに集中するから、うん、あれ？リベンジ成功おお、うわ、手前ひっくり返しが得意なんやんなよしよしよし、なんとかまとまったよ。閉めます。よしよしよし、レタス盛り付けとくわ。嘘よ。いや、美味しそう。ちゃんとハンバーグ。いや、失敗してるよいや、成功してるって。あれ失敗やって。うわ、綺麗。このレタスは失敗？これは成功焼けたかな。おお、オッケー、盛り付けよう。おー、固まってる。美味しそう。なんとかできてるな。はい、できたなんとかできた。できた。じゃあ大葉も乗せよう。大葉、美味しい大根おろしね。うわ、もうちょい行く？もうちょい行こう。うわお、ありがとうございますめちゃくちゃたっぷり大根豆腐ハンバーグなんとか完成。ご飯どうかな。うわたっぷりと。うわー、コーンの匂い。このシーンは役目が終わりです。めっちゃコーンめっちゃ美味しそう。甘そう。混ぜよ。よし、オッケー。うわ、いいね。よし、完成。今日は鶏むね肉、むっちゃ大きいむちゃくちゃ大きいな。今日は1枚使おう。刺していこう怖いのよ、表現が。文句でむね肉を柔らかくしてこう刺していこう全然ちゃうな切ってこう。オッケー。じゃあ下味つけていくわ。お酒大さじ1、ちょっといっぱい入って、あとちょっと、お塩もちょっと、お醤油少々で、マヨネーズ小さじ1ぐらい。オッケー。いろいろ柔らかくする方法あるけど、うちマヨネーズが一番柔らかくなるんじゃないかなって、今のところ、まあ、料理によっては使えへんかもしらんけどね。はい、じゃあこれでちょっと置いとくわ。お茄子、お茄子2個使おう。この音いいよな、好き。この雪の上を荒れてるような音な。あ、ほんまや、それや。
おネギも切ります。おネギ今日はね、南蛮漬けなんやけど。南蛮漬け、うん、玉ねぎじゃなくてネギでいってみようかなって。玉ねぎのイメージあるよね。でも南蛮がネギを指す言葉らしいね。そばの南蛮そばってネギやろ。確かに。たっぷりたっぷりね。じゃあタレを作っていこう。はい。多分醤油で作るの多いと思うけど、ちょっとめんつゆでいってみよう。めんつゆ大さじ4、お酢大さじ5。大さじ 5? 生姜小さじ1。あと唐辛子入れよ。唐辛子1本。醤油の方が良かったかな。実験中。実験中。今日はこれでいってみよう。いってみよう。いってみよう。見てる感じはめちゃめちゃ美味しそう。いや醤油とほぼ変わらんからな。見た目は。じゃあ次野菜を焼いていくわ。ごま油ちょっと多めにいこう。どっちからにしよう。ネギから。ネギは正直焼かんでもいいと思うんやけど、うん、うちが焼きたいから焼くわ。え、なんか急に姉さんに思ったらし焼いた方が好きやから焼くわ。ナスも入れちゃおう。絶対ナスから入れたらよかったな。いや、それ思ったよ。いや、ちゃうねん。最初はネギだけ焼いて出そうと思ってたんやけど、うん、途中で嫌になって入れちゃった。もうネギあげちゃおうかな。食感ある方が美味しそうな。ちょっとおネギもあげるわ。あげよう、あげよう、あげよう。でもタレに入れちゃう。あ、そのタレに。これ美味しそう。いいかな。いや、いい感じよ。救出救出。ネギは先につけとくわ。じゃあお茄子も揚げていこうかな。わあ、いい感じ。ちょっと焦げてしもた。あれ、お肉入る。まあ、茄子とネギは、うん、いや、無理ですよって言ってる。もう入るスペースないですよって言ってるね。おお、それっぽくなってきた。めっちゃ美味しそう。お肉に片栗粉まぶそう。お肉、あ、もうボウルにさ片栗粉入れたらよかったな。ちょっとバット使いたい欲がさ出ちゃった。オッケー、焼いていこう。ごま油、お肉入れてこう。いい音や。ぎゅうぎゅうになっちゃった。綺麗な色してるだろう。嘘みたいだろう。焼かれてるんだぞ。いや、名台詞に乗せんといて。焼かれてるやん。ひっくり返していこう。うわぁ、驚き。めっちゃいい焼き色じゃない。いいですね。いいですよ、これは。最近で、ね、多分、うん、結構ベスト。いや、ベストの。やっぱバット使ってちゃんとしただけあるわ。いや、そうかもしれん。丁寧に焼いていくわ、こっからは。最近ちょっと胸肉に対して雑になってたからさ。はいはい、どうせ胸肉でしょっていうところがちょっとあったからさ。あ、焼けた。なんか最近で一番いい焼き色がついた。いや確かに、これマヨネーズのおかげかな。本当にそんな気してきた。じゃあここにお肉も入れてあげるわ。ギュギュッと詰められたから。むちゃくちゃ詰めてくれてる。うわ、これは絶対美味しい。どうかな、美味しくなるかな。おネギを上に乗せとこ。すっごい。なんかビュッフェの料理みたいね。なんか見た目はいい感じやけど。見た目いい感じ。めっちゃいい感じ。でちょっと冷めるまで置いとくわ。そうか、南蛮漬けって冷ますんか。その方が味しんで美味しいかな。味しんで美味しいかな。味がしんで、味しゅんでな。お味噌汁、今日はなめこでいこう。やったー。そのルパンみたいな。やっぱいいねー、なめこ。お味噌とこ、あ、わかめも入れよう。あ、わかめも入れよう。はい、じゃあ準備します。わかめ早いんよな。わかめもたっぷり入れようかな。入れすぎか。いやいやいや、最高の組み合わせやもんな。よし、お味噌汁完成。今日のサラダはかいわれ。めっちゃ嬉しい。どうなってるんだここ。いつも思うけど。はい、あら、お願いします。はい、洗います。あ、ありがとうございます。じゃあその間にきゅうり。きゅうり今日は2本いっちゃおうかな。うわ、めっちゃ嬉しい。え、きゅうりとかいわれのサラダ。そう。はい、洗いました。あ、ありがとう。すごいたっぷりと。1本でよかったかもしれない。いや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 、苦言だよ。きゅうりが2本。バラバラになっちゃった。いやいや、いいよ、きゅうりはもうバラバラ。苦言だよ。いや、それそんなハマるようなこともちゃうよ。きゅうりいっぱい。うわ、おいしそうだ。味付けしよう。ごま油大さじ1ぐらい。
ポン酢も大さじ1、かつお節たっぷり。いいね、夏やね。いいでしょう。嬉しい。今日さっぱりさっぱりになっちゃったな。いいよ、さっぱりさっぱり酸っぱい酸っぱいやし、まあ、なめこでな、ぬんめりしてるしやっぱなめこでぬんめりして、やっぱり酸っぱい酸っぱいと、やっぱりさっぱりさっぱりが一番美味しいよね何言うてんの。はい、綺麗やね。綺麗やね。綺麗。なんか縁側で花火見てるみたいな綺麗やね。ネズミ花火うまいな。かつお節ちょこっと乗せとこ。よし、完成。南蛮漬け、冷えたかな。うわ、旬でそう。旬でそうやね。染み込んでるってことやんねうん、旬でそう。盛り付けよう。めっちゃ美味しそう。僕今日いっぱい食べれます。え、なんか聞こえるな。僕今日いっぱい食べれます。いつもやん。ネギもどさっとのせよう。うわ、めちゃくちゃ美味しそう。完成。今日もキュウリ食べよう。キュウリちょっとしなしなになっちゃった。今日の晩ご飯めっちゃ安いかもしれん。300円いかんのちゃう？そう、ちょっと満足できるかが不安なんだ。いや、そうやな、それはそうやな。今日はキュウリの5枚にしようかなって。一挙手一投足ちょっと目が離せんな、うん、キュウリは塩もみしておいとこう。やっぱ大事、塩もみ。いや大事よ。水分がめちゃめちゃ多いから、うん、一回こう水を抜くことによって味を入りやすくするんやって。へえ、そういう効果があるらしいよ。ちょっと置いとくわ。今日はもやしを2袋出た。もやしもう300円って聞いた瞬間にもやしやなって出てくるなって。あ、いらんなたっぷりやね。じゃあ私が洗いますよ。あ、お願いします。はい、もやし洗いました。ありがとうございます。使ってください。優秀やな。これで褒められてもやし洗うだけで褒められてるやんなスライスチーズ、これも業務スーパー200円で15枚入りとかやから結構安めやと思う。チーズをフライパンで焼いていく。うまくいけるかな。カリカリチーズもやしやけど。うわ、これでカリカリになるの。ちょっと一個になっちゃう。あ、すごいすごいすごい。いや、ちょっと失敗してる気するわ。まあ、ちょっと進んでみるわ。ちょっともやしをこう置きたかったんやけど。あ、へえ。これスライスチーズ間違い？カリカリはとろけるチーズのイメージよね。湯葉みたいになってきたの。でも絶対美味しい、これ。ちょっとひっくり返してみよう。うわ、うわ、なにこれすごっ。本当はだからチーズをカリカリにしてもやしを焼きたかったってことで。そう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 。でもこれはこれ美味しいおせんべいみたいにしたかったね。ちょっとくっついたん切っとくわ、うん、すごい、ほんと湯葉みたいやな。なあ、オッケー。ちょっと冷ましてみよう。でもなんかカリカリになってくれそうな気はしてる。アルミホイル大きいなうちじゃないよこれは。めっちゃチーズのいい匂いしてるね。なあ、なんかイカに見えてきたなタラタラしてんじゃってよちょっととろけるチーズでもやらせて。正直もやしいらんないけどな。そんなこと言うなってな誰も言ってない。スープにももやし入れるな。すごい、もやしパーティーやねそう、今日はもやしパーティー。もう一丁一丁。これだよ、この料理は。これか、お酒飲む人みたいな。今日は飲んじゃおうかな。やめとき。じゃあ、オッケー、揚げとこう。うわ、カリカリしてる。外側はしてそうやろ。こっちはなんか、イカみたいな感じ。ちょっと冷まして置いとくわ。スープ仕上げよう。わかめも入れとくな。味付けはソーミシャンタンにしよう。胡椒ちょっと入れよう。スープ完成。ごま和えを仕上げるよ。お砂糖小さじ1/2、醤油小さじ1、すりごまたっぷり。盛り付けよう。これが一品あるだけでも晩ご飯の安心感が違う、うん、ちょっとわかるな。他いくらチャレンジしてもこれさえ作っときゃさ。完成。エリンギ
エリンギ今日58円やってん。いよいよ今日のメイン。メイン、うん、ってことは今日13歳一応13歳か一応ないや立派な13歳よエリンギをみじん切り。今日はもやしと厚揚げの麻婆でミンチを使わずこのキノコで賄えるかなって。試してる。エリンギ切れたからちょっとフライパンにもう入れちゃうわ。厚揚げもう厚揚げともやしなんて二大節約あれよな。うん、もう最強よねこれぐらいかな。はい、オッケー。じゃあ麻婆を炒めていこう。じゃあキノコはちょっと寄せといて、うん、ごま油、ニンニク、生姜、豆板醤。豆板醤これで炒めていこう。キノコが美味しそうよ。お腹すいたいいね。いやめっちゃ美味しそう。なんかひき肉っぽくね見えてきたと言ったらさすがに嘘やなちょっと嘘やったな。厚揚げ入れます。いいね。なんかこれだけでもいいな何がこんないい匂いさせるの。ごま油と豆板醤やろ。何そんな感じ浴びるように嗅ぐわ。何いやお寺じゃないから。頭良くならんの。ならん。匂いつくだけよじゃあ味付けしていこう。鶏ガラスープの素小さじ1、お水 150cc、 砂糖大さじ1、お酒大さじ1、お醤油大さじ1、オイスターソース小さじ2。おお、いい色。なんかちょっと甘いけどまあいっか。ちょっとだけ豆板醤。じゃあもやし入れよう。こんなたっぷり入れちゃうよ。はい、うーわうーわ、絶対先ちょっと炒めたらよかったって後悔はしてる先にシャキッと油を回しといたらよかった。ちょっとだけ蓋閉じるわ。開けるよ。おお変わらん。ひき肉多いおや、置いたな。じゃあ水溶き片栗粉贈呈します。ありがとう。多いかな、これ全部片栗粉入れました。あ、いい感じやん。いや、めっちゃいい感じよ。なんか形にはなった。よし、オッケー、完成。盛り付けよう。装うよ。うわ、たっぷりと。たっぷりよ。本当に、もやしありがとうございます。はい、うわたっぷりねめっちゃ美味しそうおネギもかけよう。超高級東京ベランダネギよね超激安東京ベランダネギや。もともとスーパーで100円で買ってきたネギを土に埋めといただけのネギ。よし、完成。チーズも冷めたよ。こっちはもうね、ほんとふにゃっとしてる。ふにゃっとしてるね。こっちはまあ、あ、割れちゃった。もうこっちはパリッとしてる部分もあるっていう感じ。盛り付けとこう。いやでも美味しそう。まあそら美味しいか。いやそう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 。でケチャップ添えとこうかな。あ、なんかゆるいんやけど。でもなんかおしゃれ。いい？完成。今日は炊き込みピラフを作ろう。炊き込みピラフ？ピラフは焼くもんじゃないの？ピラフ風炊き込みご飯。なんで腕後ろに回してる？なんで腕後ろに回してる？お米は2合。ここにバターを、バター 8g ぐらいかな。コンソメ小さじ2。お塩ひとつまみ。お水ちょっと少なめに入れよう。寿司の方でいくか。あ、こっちね。ちょっと混ぜとこうかな。じゃあ具材を切ります。あ、切りましょう切りましょうベーコン。ベーコン、全部入れちゃおう。ベーコン入りました。もう美味しそうトマト。ここにトマト入るの、すごい大きいな。大きいやろ。美味しそうなの。切り込みを入れる。十字
これで、これで、丸ごと丸ごと炊き込んじゃう。今日はオリーブオイルちょっとだけかけとこう。楽しみ、楽しみやな。ね、炊いてこう。炊きます。じゃがいも、じゃがいも、じゃがいも。今日皮むかへんから芽だけちょっと取っとくわ。ハッセルバックポテトを作りたい。ハッセルバックポテト、うん、何それ。ハッセルバックポテトって何。あー、切れた。ちょっと笑わさんといて。いやいや、疑問言っただけで。こういう切り込み入れて具材挟んだり、そのまま焼くポテト。ちょっと分かりにくいけど。へえ、ここに具材挟んでいくんや。そう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 。で、一回この間のでんぷんを水で洗い流す。くっついちゃうからさ。このままオーブンで焼いてもいいみたいなんやけど、一回チンしとくわ。一回チンでちょっとふやかす。そう、なんか時間かかりそうやからさ、チンしよう。シリコンスチーマー使っちゃって。チン終わり。おお。ちょっとあったかくなったぐらい。ちょっと冷ましつつ、一緒に焼く具材を切っていこう。こうくん。ちょっと切り込み入れとこう。お、スキレットに？そう。オッケー。人参。人参？ポテトに挟んじゃう？ちょっと挟んでみよう。彩り良さそうやもん。なあ。で、人参はスープとオーブンで焼くわ。おお。これスープよ。スライススープ？スライススープにしよう。これが？これがポテトに挟むよ。どれぐらいの厚さがいいかな？確かに。ちょっと先ちょっとがらしたらいいんかな？噛み合うように。あ、こっちさ、ハッセルバック人参にして。あー、よしよ。ハッセルバックポテトの人参バージョンや。そう、ハッセルバックキャロット。うん、俺が大間さんやったら喜んでる。それ笑うてるやん。どっち今の。馬。あー、馬じゃない。思いつきのせいでさ、うん、確実に入らないけど。確実に入らない。1個は赤いやつでいくわ。確かにこう挟めるんかな。ね、ちょっとこう、くさび型に切ったんやけど、刺しやすいように。そう、大工さんの技やね。いや、そう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 。じゃあ、じゃがいもに人参挟んでいくわ。おお、すごい。あ、すごい、今ぴったりやったな。スッと入ったわ。入ったな。はい。あ、めっちゃいい。いけるいける。すごい。いや、でも綺麗やな。いいや、楽しいし、なんかかっこいいな。なんかかっこいい。でも、スライスチーズやからどうかな。絶対とろけるチーズの方がいいと思う。思ってたより大変やな、これ。ハッシュルバックトロットと、うん、言えてないな。え、すごい、気づけば。あ、ベーコンここに挟んでもよかったな。ね、挟めました。バケモンブラザーズ。ちょっと焼いてこうや。この子はこっち、こうかな。おお。火通るかちょっと心配やな。まだもうちょっとチンしときゃよかったかも。こっちはとろけるチーズをかけとこ。いや、これ絶対美味しくない。ここにオリーブオイルかけとこ。じゃあご飯の炊き上がりに合わせて焼こう。了解です。じゃあご飯も炊けそうやからオーブン入れるわ。一旦ちょっと15分焼いてみよう。入らんかったからこっちグリルで焼いてみよう。スープも作ろう。今日は人参と玉ねぎのコンソメでいこう。コンソメ小さじ2、お塩少々、胡椒少々、完成。いやいや。ちょっとやっぱさ、グリルやと心配やからアルミホイルをかぶせておこうかな。あ、かぶせよう。よし、これで焼いてみよう。じゃあご飯をのせるお皿を盛り付けていくわ。え、いつの間にかキュウリ。ちょっとポテトの様子でも見ようか。ちょっと様子見よう。焼けたっぽい。いくよ。ほい。おお。やっぱとろけるチーズにしたらよかったな、全部。追加でちょっと足されてない。そう、追加した。結局20分焼いた。最初にレンジでもうちょっとやっぱ火通しといた方がよかったな。グリル来る。グリルも行くよ。おお、美味しそう。こっちはこっちでなんか違うな。今日はマジックソルトかけるわ。マジックソルトで。パセリもかけとこう。すごい美味しそう。なんかまたいろいろ試そう。オッケー、完成。
ご飯どうかな。開けるよ。うわまんままやな。これをちょっと潰しながら混ぜていくわ。柔らか、柔らかそう。むちゃむちゃ柔らかいわ。なんか思ってたよりもリゾットチックじゃない、うん、あ、そやな。やっぱトマトがちょっと大きすぎたかな。はい、よそっていこうか。うわ、トマトご飯や。トマトご飯いいね。じゃあここに粉チーズちょっとかけよう。チーズチーズなるけど、ほんとリゾットみたいだね。確かに。胡椒、めっちゃ美味しそう。パセリ、これは1本取られた。完成。鶏むね肉、鶏むね肉買いだめしてたやつ解凍した。今日は豚キムチならぬ鶏キムチ。絶対美味しいこのむね肉大きいよね。大きい。今日も柔らかくしよう。確かに豚じゃなくていいね。いや、そうなんかあるっけそういうの。他に、他に今から頭使わないかな教えてだから牛丼から豚丼みたいなことやね。ああ、そうそういうこと、そういうことない。もっと足りてない。刺し終わりました。はい、刺し終わりましたって何。切っていくよ。ちょっとゴロッとね。うん、でもちょっと薄め。いや、難しい。オッケー、下味つけていこう。にんにく、ちょっと生姜、お酒小さじ2、醤油小さじ2、マヨネーズ小さじ2、ちょっと濃いめにつけとこう。やっぱにんにくちょっとかな2センチ。にんにく2センチ。これでちょっと置いとこう。キャベツ、キャベツ今日は普通に千切りで食べよう。キャベツの逆襲。千切りしていこう。水にさらそう。あ、じゃあ、お願いします。最近洗うの担当やね。最近洗うの担当です。プチトマトも一緒に洗っといて。あ、はい、お待ちしました。はい、ありがとうございます。じゃあドレッシングも作っちゃおうかな。ごまドレッシングを作りたい。ポン酢大さじ1/2、マヨネーズ大さじ1、ごま油ちょっと、でごま大さじ1/2ぐらい。これでできるんや。ごまドレッシングってたまに無性に食べたくなる。なる。ちょっとお砂糖一つまみ入れるわ。うん、いい感じ。ドレッシング完成。あとで盛り付けよう。長芋、長芋最近安いよな。長芋これで157円。安いと思う不安になってきたなんか赤い字で書いてあると安く感じちゃう。感じる。今日はこんぐらいかな。今日お味噌汁にするから皮むこうかな。あ、じゃあ私も行きますよ。待っててくださいそこで。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ぬるぬるね、やから気をつけて優しいな。細切りでいい。あ、細切りでいこう。丸もいいな。丸もいいのよ。丸いく。半月切り。うん、いや、もう丸丸、おっきい丸大きくいこう。あ、いい音。めっちゃいい音。おいしそう。これめっちゃ長芋楽しめるんじゃない。楽しみ玉ねぎ半分、これは鶏キムチに入れよう。うわ、おっきい。全部入れちゃおう、今日は全部入れちゃおう。じゃあもう鶏焼いてこう。じゃあ鶏肉に片栗粉をまぶそう。まぶしていこう。あ、ニンニクのいい匂い。いっぱい入れたから。いっぱいになってるちょっとって言ってたのにほな焼いていこうか。ほな焼いていこうかごま油焼いていこう。うーわ、ぎゅうぎゅう入れすぎいいね
楽しい楽しい。じゃあ鶏肉焼いてる間にお味噌汁仕上げちゃおう。わかめも入れとこうかな。わかりました。はい。できるな。はい。よし、お味噌汁完成。お肉ひっくり返そう。おお、照ってるやね。ね、いい感じや。柔らかそうよ。玉ねぎも入れちゃうわ。ちょっと蓋閉めておいとこう。じゃあサラダ盛り付けてこう。ふわふわり。あの人はまるで綿菓子のようにキャベツの千切りを盛り付ける。何それ。ちょっと喋りすぎました。キャベツがつまらんザルがいいんかな。確かに。あとキャベツ使えへん手欲しい。ヒレとかになるよね。ヒレとかになる。ヒレ魚みたいな、うん、ごまどれ。ごまとポン酢のいい匂いしてるわ。じゃあ鶏キムチ仕上げよう。玉ねぎしんなりしたかな。おお、ふったりしたよ。キムチはルーさんのキムチ。どなたですか。ルーさん、お会いしたいです。ぜひたっぷり入れよう。たっぷりたっぷり。わあ、いい音。お醤油ちょっとだけ入れるわ。醤油小さじ1。めっちゃ美味しそう。赤身もいい感じやん。オッケー、盛り付けよう。たっぷり食べれます。なんか聞こえるな。めっちゃたっぷりと。美味しそう。ヘルシーはヘルシーやからな。たっぷりとお願いします。こっちも。え、食べる気。こっちも。はい、オッケー。仕上げに海苔かけよう。完成。今日はサラダうどんやから先に野菜全部切っちゃうわ。サラダうどん、え、めっちゃ嬉しい。レタスから。レタス、これは洗うだけ。あ、あります。ありがとうございます。洗ってちぎっといてくれたら嬉しいな。おいっすー。はい、レタス。おいっすー。おいっすー。おいっすーってないや。トマト斜め薄切りにします。それがいいです。サラダうどんといえばやっぱ斜め薄切り。全部やつちょっと多いかな。いや、俺的にはあんま多くは感じんけど。いや泣いた。よし、オッケー。いや、すー、1本綺麗に持てるな。ゆで卵、卵ものせよう。ちょっと柔らかくなっちゃったよな。やば。おお。おお。すっごい。綺麗やけど思ってたのと違う。はい、いや、半分でのせよう。おお。あれ、具材 OK。 うどんは最後に茹でるわ。はい。ちょっと野菜は置いとこう。新レンコン。新レンコン。新がつくと買っちゃうよね。確かに。シンゴジラとかも見入っちゃうもんね。まあ、それは見てないけど。ちょっと質の違うシーンやわ、それは。今日はこれを贅沢にレンコンステーキで食べましょう。分厚めに切ろう。素材をそのまま味わえるわけや。そう。え、すごっ。大きすぎるかな。いやいやいや、いいよ。よし、綺麗。ミニ四駆のローラーとかこんな感じだったよね。ちっちゃいやつな。うん、ちっちゃいやつ。コーナー回るやつ。これいいんじゃない、ミニ四駆につけたら。でかいわ。邪魔やわ。焼いてこ。焼いてこ。ごま油。じゃあ焼いてくよ。おお。うわ、いいね。いいね、ギリギリやね。入ったことにしよう。ギューギュー。で、味付けはシンプルに塩コショウ、お塩、コショウ。素材そのままに塩コショウ。芯がつくものはそれが一番いいよね。一番いいよね。皮は剥かんでよかった。うん、皮にも栄養あるらしいから、うん、このままいこう。多分新レンコンやし、そんなに気にならんと思う。ちょっとじっくり焼いてる間にもう一品作ろう。ちくわ。ちくわ半額？半額50円。タイのちくわなんて食べたことなかったから。半額よりもそっちでなんか買って。今日は磯辺揚げ焼き。磯辺揚げ焼き。ちゃんと揚げはしないよっていう、この切り方でいい。なんかなんとなく切っちゃったけど。なんでなんとなく。いいか。おお。
じゃあ衣を作っていこう。ちょっとレンコンが焦げそうや。ひっくり返すよ。レンコンは、おお、いい感じよ。いい感じちゃう。あ、ムラが。いや、そうなんよ、ムラついちゃうよな、これ。よし、オッケー。磯辺揚げ焼きの衣を作っていこう。小麦粉 50g、 卵1個、卵とお水合わせて90。今日は青さのりでいってみよう。青さのり、うん、買いに行くのあるもので、で、卵水を混ぜよう。へえ、いい匂いはしてるね。あ、じゃあもうこれで衣完成。完成。でも衣、うち自信ないんよな、あんまり勉強中。勉強中。今日はこれでいってみよう。ちくわ入れます。なんかこういうのはなんかできそうな感じしてるね。ね、ちょっと青さのりがちょっと膨らんできたんやけど。まあちょっとこれで焼いてみよう。ちょっと多めに油引こう。じゃあ揚げ焼きしていこう。これ絶対美味しい。いい感じやん。ちょっとひっくり返していこう。うわ、いい。美味しそう。うわ、もう青さだらけ。こことかすごいね、なんか。カリカリになってそう。そろそろいいかな。あげちゃおう。パンパン。はい、オッケー。おお、めっちゃいい感じじゃない。ね、いい焼き色がついた。でも盛り付けちゃおうか。おお、なんかちくわじゃないみたいなあ。いいでしょ、完成。レンコンはどうなんやろ。ちょっと焼きすぎたかな。こんなもん。いや、ちょっと俺はわからないオッケーにしよう。美味しそう。ちょっと焦げちゃったな。お肉のステーキやったらこれぐらいは用あるもんな完成。うどんはトップバリューのさぬきうどん。あと何玉ある。あと1個しかない。3です。今日ご飯炊いてないからな。3いっとく。3いこか。甘いんや。チンしよう。チンできました。はい、冷たくしよう。うどんって粗びつをなさせるこれが見た目の。美味しそう。盛り付けるよ。はい。めっちゃ悩んでるけど。何が？どう盛り付けようと思って。いや、全然好きに盛り付けてくれたら。もう美味しそうやね、だって。横に乗せる系でいこうかな。きゅうり。すっごいサラダって感じ。サラダやな。これは本当2日分の野菜が取れる感じしてる卵すごい。ツナ乗せようか。ツナ、乗せよう。乗せちゃおう。絶対美味しいもんね。絶対美味しいよ。水煮ツナ。うん、もりもりやね。いや、すごい。めっちゃ嬉しい。めんつゆ。マヨネーズ後でかけよっか。好きなだけかけよっ。その言葉大好きです完成。今日はピーマン食べよう。なんか久々な気すんな。今日何？今日ピーマンは人参と鰹節で和えよう。ピーマンと人参の鰹節和え。洗う？うん、それ種取ってほしい。あ、わかりました。あ、ありがとうございます。細切りしていこう。あ、いい匂い。パプリカと同じ匂いするな。あれ違うよ。はい、じゃあ人参切っていこう。半分ぐらいでいいかな。こっちも細切り。俺が馬やったらボリボリ切りたいからこんなに細く切らないでと思うね。馬やったらな。ちょっとパンパンになっちゃった。よし、じゃあこれでちょっとだけチンするわ。はい、1分20秒チンした。熱々。まあ全然大丈夫そう。生でもいけるしな。うんうんうん。味付けはめんつゆ小さじ2。これだけで美味しいよ。何もこれだけで美味しいよ。かつお節も入れとこ。さらに美味しい。どうしましょう。どうしましょうね。困るほどは美味しくない。なんかかわいそうなこと言わしても。だってさ、かつお節とめんつゆだけでも美味しいよ。いや、美味しい。ちょっとこのまま味なじませようかな。なじますよ。ちょっとこれで置いとこう。
ゴーヤ。ゴーヤ？ゴーヤも食べよう。すごいね、なんかちゃんと久々に見ると。すっごい不思議。ほんと、うわ、これ この感じゴジラや。ゴジラ触ったことないやん。今日はね、ゴーヤの肉詰め。ゴーヤの肉詰め？詰めれるの？ゴーヤ。めっちゃ苦いんじゃない？これぐらいかな。輪切りにしていくわ。巻き寿司みたい。カリフォルニアロール？カリフォルニアロールや、これ。ちょっとめんどくさいけど、種をこうくり抜いていくわ。へぇ、結構綺麗に。うん、これ綺麗に抜けるよ。ちょ、やってみたい。やってみな。あ、ほんとや。綿って感じ。ねえ、ミニ四駆でこういうタイヤあったな。トゲトゲのやつ。そう、最近ミニ四駆多いや。はい、くり抜き終わりで、ちょっと分厚いから意味あるかわからんけど、塩もみしとくわ。なんかお砂糖もしておくとより苦味が抑えられるらしいけど。でもこれめっちゃ苦いんじゃない？この大きさ。分からんけど、こんなん食べたことないけど、ちょっと怖くなってきたけど。お砂糖もちょっとかけとくわ。はい、じゃあこれでちょっと置いとくわ。ゴーヤに詰め込む肉ダネを作ろう。玉ねぎ、今日は半分使う。4分の1みじん切り。こっちはスープ。スープ、うん。はい、玉ねぎ完了。豚ひき肉 184g、 税抜き182円。欠陥奉仕品。うん、 100g 99円。おお、いつもここテンション上がるわ。じゃあ味付け、お塩少々、胡椒少々、お醤油も少々で、片栗粉小さじ2ぐらい、卵半分混ぜていこう。卵半分、うん。玉ねぎが全然みじん切りできてないとこあるな。本当や、なんか長いな。珍しいな。なんか半分残そうとしたからさ。まあいいや。よし、OK かな。じゃあゴーヤに詰めていこう。おお、片栗粉をと敷いておこう。片栗粉の布団をここに敷くと。分かりにくくしてない、それ。ゴーヤから水分が出てるから、ちょっと拭きながらで寝かせてあげる。あれ、敷布団使ってくれた。すごいな、ミニ四駆のタイヤみたいな。塗ってくんだ。そう、内側にお肉が離れんようにさ。ほんでこれにお肉を詰めていくと。すごい、こんな感じ。かわいい。かわいいね。どんどん詰めていこう。意外と入らんのよね。うん、餃子とかシューマイぐらいの感覚だな。これいい。うん、オッケー、完璧。おお、詰め終わりました。はい、詰め切れませんでした。詰め切れへんかったお肉は明日食べよ。明日食べよ。油、じゃあ焼いていくで。焼いていこう。いくで。焼いていくで。めっちゃ紋章みたい、かわいい。ほんとや。おお、ぴったり。ぴったりや。未だかつてないほどぴったりや。両面に焼き色つけたいからひっくり返すわ。あ、いいね。ゴーヤチャンプル以外でゴーヤを食べたことないかもしれん。うそ。でもこの間のさ、ゴーヤの味噌汁美味しくなかった？あ、食べたことあった。うちあれすごい好きやったからまたやりたい。あ、いいね。でも焼けたかな。おお、いい感じやん。いい感じ、すごいすごい。美味しそうよ。中まで火通したいからお水入れて蒸し焼きにしよう。おお、よし。お水が見えなかったな今。嘘。じゃあお味噌汁作ろう。お味噌溶きます。半分残った卵も入れちゃおう。美味しそう。 OK、 お味噌汁完成。そろそろいいでしょう。どう？おお、いいやんか。めっちゃいい感じじゃない？いい感じ。じゃあゴーヤは取り出してソース作るわ。いい感じ。なんか苦味が少なそう、うん、もうちょっと理想は緑を鮮やかに残したかったな。おお。じゃあゴーヤにかけるタレ作る。お酒大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ1、お砂糖もちょっと入れよう。それでちょっと煮詰めよう。よし、オッケー。これかけよう。いいかな。
おお。はい、オッケー。めっちゃ綺麗。なんかいい感じね。なんかいい感じよ。すごい美味しそう。ちょっとトマトだけ飾っとこう。これは楽しみ。よし、完成。ピーマンも味馴染んでそうやから盛り付けちゃおう。カラフルやね。ほんとカラフル。器込みでいろんな色が目に入ってくる。ね、たっぷりと。たっぷり入れちゃった。ありがとうございます。完成。ごちそうさまでした。